岡県大川市の紹介映像をご覧いただきました。続いては地方創生を積極的に推進しています福岡県大川市の事例を発表していただきます。福岡県大川市長鳩山二郎様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました大川市長の鳩山二郎でございます。本日は武蔵野大学で大変貴重な私が講演をさせていただけるということで、私は九州の市長としては2番目に若い若輩者で、福岡県では一番若い市長でございますので、その若い私に講演の機会を与えていただいたこと、ただただひたすら感謝申し上げます。先ほど映像が流されましたけれど、あの映像を作っていただいたデザイナーの方がシムタさんという方 で、大川に会社があるプロセス井口という会社があって、その井口社長がおられて、この2人がいなかったら、まずそもそも武蔵野大学と大川市のコラボというのはなり得なかったわけでございまして、そのやはり人と人のつながりというのはいかに大事かなというふうに私は思っておりまして、今日はシムタさんも井口さんも来ておりますけれど、お二人に心から感謝をしたいというふうに思っております。とにかく武蔵野大学の学生が50人去年大川に来ていただいて、で3年生の方は1ヶ月ぐらい過ごしていただいて、で1年生は3班に分かれて15人それぞれ1週間でいろいろ大川の風土を感じていただいて、大川の産業や大川の人を知ってもらうという、大変私は大川にとって嬉しい限りだったわけでございます。でいわゆるですね、学生の方々がいろんなことを学んでいただいて、大川は家具の町ですから当然家具もそうですけれど、じゃあ家具がどういうふうにできていくのか、材木屋さんがどういうふうに木を乾かしているのかとか、そういったものも全部見ていただいたわけ で、それぞれのグループがですね、1週間後に発表をしてたんですけれど、私が忙しくてですね、最初のグループの発表しか私見ることできなかったんですけれど、悔しいと言いますかね、おっしゃる限りでございますというような発表でございまして、やはり大川には潜在能力があってポテンシャルがあるのに、大川の木工の町、大川の家具の技術というのがうまくシティセールスできていませんねという、そういう発表で、なんか学生の方にむしろ私がお叱りを受けているような感じを受けたわけで、やはりそういった若い方々の外からの目線というのはいかに大事にしなければいけないかな、改めて考えましたし、私もともと東京生まれ東京育ちで、私の父が国会議員をしておりまして、選挙区を変えて、そのいろんなことがあって私も大川の市長になっておりますけれど、やはり私自身も学生に負けないように外からの目線というのは絶えず持ち続けなければいけないかなと、私もそういうふうに教えていただいたような感覚がございました。で私はですね、大川市長として学生が50人来ていただくということだけがもう嬉しくて、やはり学生のそういった若い時代の時に友達と一緒に大川で、ひととき過ごしていただいたということが、その方々の人生で思い出の片隅になってくれるということだけですでに私は嬉しいわけですけれど、これを武蔵野大学は10年間続けていきたいと言っていただいておりますので、毎年50人であれば10年後は500人の方が大川で過ごしていただくということでございまして、本当に私は嬉しいなというふうに思っております。でちょっと学生の視点から申し上げると、私はですね、来ていただいた方々がみんな大川を好きになってくれなくてもいいかなと思ってるんです。要は学生として学ぶというタイミングの時に大川で過ごしていただいて、自分が将来本当に何をしたいんだろうということを考えていただくきっかけになればいいかな。例えばですけれど、いや大川はいいところだけど、やはり私は大都会で挑戦してみたいというふうに思う方もいるかもしれないし、やはり多少生活がしにくくなっても私は将来地方で住みたいと思っていただけたら最高ですけれど、そういうふうに気づきの場所に大川がなれたらいいのかなというふうに私は思っております。でこれはですね、大変素晴らしいフィールドスタディという授業でございますけれど、私はですね、1個
大学にお願いをしたいのは、いわゆるその DNA っていう言い方はおかしいかもしれませんけれど、要は今年も1年生が45人来るわけですよね。まあやっていただくということであれば、そうすると3年生がまた5人来るわけですけれど、いわゆる去年大川に来ていただいた50人の方と、今年大川に新たに行きますよという方々が、やはり何回かこの東京でお会いをして、私たちが見た大川はこんな感じだったよということを伝えていただくとですね、これは年を重ねるごとにより深まった議論というか、より深まった発表を学生の方がしていただけるのかなというふうに思っておりますので、ぜひそういったことをお願いをしたいかなというふうに思ってます。で、先ほどもウィンウィンという言葉が出てきて、最近よくウィンウィンという言葉が使われておりますけれど、ウィンウィンの関係だと思ってますけれど、すでに武蔵野大学と大川市、ただこれをもっともっといいものにしていくためには、我々行政にも課題がいっぱいあります。というのは、先ほど言った下田さんと井口さんのお力添いで、いきなり決まっていきなり来ていただいたので、我々行政としてはですね、なかなか準備不足だった部分がございます。で、いろんなところ、いろんな家具職人、いろんな伝統工芸とか、いろんなところを、まあ、観光地も含めてですけれど見学していただきましたけれど、これはですね、行政としてはいろんな研究というか挑戦をすべきだなと思うのは、例えば3チームの学生が来るんだったら、結局1週間風土を味わってもらうといってもですね、やはりそれは大川市の側面をそぎ取ったことにしかならないのかなという部分がございますので、例えば3チームが3チーム同じところばっか行くのはやっぱり僕はもったいないと思うので、要は例えば1つのチームには昔からある伝統工芸の大川のものを見てもらうようなチームを作ってみたり、あるいは今大川はですね、なかなかかっこいい家具を作っている会社もいっぱいございますし、いわゆるもう、いわゆるそのオーダーを受けてから、いわゆる別注家具を作っている方々もいますので、そういったそのどういう側面を学生に見ていただくかというのは、やはり大川市としても戦略的に見せていく必要があるのかなというふうに考えてますので、それはまあ我々は一生懸命研究をさせていただければというふうに思っております。ちょっと話変わりますけれど、私が市長になったのが3年ぐらい前ですけれど、3年前に衝撃的なニュースが走っててですね、それが消滅可能性都市というものがありますよと、半分ぐらいの基礎自体が潰れますという、あれはまあ20代30代の女性の人口推移ですので、その自治体にどういう産業があるか、どういう労働ができる場所があるかというのは入れてませんから、だいぶラフな数字ですけれど、当然大川市も消滅可能性都市に入っていたわけで、まあ、私は大変ショックだったわけでございます。そこに来てですね、地方創生という言葉が出てきて、今もう地方創生という言葉が若干一人歩きしている感が私はしておりますけれど、私はですね、地方創生って最高の法律だと思うし、最高の考え方だと思うんですけれど、正直言って若干懐疑的な部分がございます。私は、まあ、名前言いますけど、鳩山邦夫という、まあ、政治家の息子であり秘書だったわけですけれど、やはりですね、地方創生にかける意気込みというのが、基礎自治体と国の間で若干温度差があるんじゃないかなと、まあ、私はそういうふうに思っておりますけれど、ただ形としては最高の形なので、この地方創生というのを一つの契機にして、やはり基礎自治体が頑張らなければいけないというふうに思っています。で、私なりに地方創生の法律を解釈をさせていただくとですね、結局今基礎自治体で何が起きているかというとですね、近隣の基礎自治体と人口の奪い合いが起きています。それは間違いなく起きているんです。そこをいわゆる見て見ないふりをしたらダメなわけで、言うなら私福岡県で保育料を一番下げたんですね。福岡県で国基準より 70% 下げたんです。で、正直に言いますけれど、近隣の首長からソース感でした。俺たちの自治体から人口を奪う気かと。私は率直にそうです、奪う気満々ですよという話をしたんですけれど、結局魅力的な街づくりをして、近隣の自治体と、とりわけ近隣の自治体でしょうけど、人口の奪い合いが起きてるから、それに対して私は大川市長ですので、人口が減らないように、人口が増えるような施策をするのは当然でございますけれど、
あの地方創生の法律をしっかりと読み取ると、基礎自治体間でもっともっと競争しなさいという法律なわけです。いわゆる、これはとりわけ近隣の自治体になるんでしょうけれど、自治体同士で競争しなさいと。で、自治体同士で努力をして汗をかいて、いい町づくりをして、その結果その県域全体がいい町になればいいでしょうと、そういう考え方だろうと私は思っておりますので、そういう視点に立つと、大川で地方創生は何をすべきかとなると、他の基礎自治体が真似できないところにテコ入れをするのは当然でございますので、やはり大川はもちろん農業も漁業もあるんですけれど、他の自治体が真似できないものは木工業でございますので、やはり木工業にフューチャーした地方創生をしなければいけないのかな、私はそういうふうに考えております。で、地方創生はいい方向に行くんだろうというふうに私は思ってますけれど、というのはですね、妙な話をしますけれど、国があって基礎自治体がありますという考え方が日本の考え方ですよね。だから国があって、国ができない行政を基礎自治体あんたたちやんなさいという考え方が日本で、この考え方は私は正しいと思うんですけれど、ただその結果中央集権になってしまう、何でもかんでも東京に集中してしまう。ただその一方で、私スペインが大好きですけれど、ヨーロッパなんかはむしろ逆で、基礎自治体があってそれが集合体として国になるんですよという考え方でございますので、だからこそですね、例えばスペインのカタリューナ自治州がスペインから脱退したいとか、そういうふうな揉め事が起きますけれど、どちらかというと今の日本の考え方の方が私は正しいと思うんですけれど、基礎自治体に対するヨーロッパのエッセンスというのをもうちょっと日本は入れていく必要があるし、その結果地方がより魅力的な街になっていくのかな、そういうふうに考えておりますので、地方創生というのは最高の考え方かなと、私はそういうふうに思っております。で、とにかく武蔵野大学の学生が来ていただいて、大川の風土を味わっていただいて、大川の人といろんな話をしていただいて、素晴らしいご提言をいただきましたけれど、やはりこれだって間違いなく地方創生でございまして、将来その学生の方々がですね、家具やってみたいと思って大川に来ていただいたりしたら、もう最高の形でございますし、これは武蔵野大の皆さんとはぜひ10年とは言わずですね、もう20年でも30年でも続けていただけたらいいかな、そんなふうに思っております。で、地方創生をやるにあたってですね、今の基礎自治体はどこも大体トントン拍子で財政が厳しいので、いわゆる昔のような総合的な街づくりというのができにくくなってきております。ここは大川のことだけを言いますけれど、大川は家具屋さんがいっぱいいて、家具工業会という団体がございます。で、この団体がですね、一番経済を牽引してるんですけれど、なかなか団体に何か行政として手助けをして何か施策をしてくださいと言っても、なかなか一枚岩にならないでかい団体ですので、スピーディーに事業展開ができないわけでございます。なので、今後行政としてはどうすべきかというとですね、全体的に元気にしましょうという発想ではなくて、こういう施策を行政はやろうと思っていると、この指に止まりたい人は止まってくださいという人が出てきたら、その人たちにその事業をやってもらう。その一方で、今度こういう家具のブランディングをしたいけど参加したい人いませんかというような、いくつもの事業のいわゆる集合体をいっぱい作っていってですね、最高の形はですよ、例えばですけど、大川家具というロゴを作りました。大川家具というロゴで自分の家具の PR をしたいという方がいてもいいし、それとですね、木の気持ちというブランディングを実はしたんですね。大川は木に生かされてきた町ですので、木の気持ちを考えようという、で、木の気持ちというブランディングもあって、ただこれをですね、やかましく言う人がいたんです。大川でそうやって2つも3つもあったらね、シティセールスするのはなんかごちゃごちゃしないかと。私はそれは全く違う発想で、いくつもあっていいと思うんですね。なので、地方創生というふうに考えれば、大川家具というロゴがあってもいい、木の気持ちというのがあってもいいし、当然武蔵野大学とのフィールドスタディーズだってその一つの集合体なわけで、将来的にはですよ、こういったものがいつしか有機的に結びついたら最高の形なんでしょうけれど、とにかく大変厳しい財政状況の中では、やる気のある人に積極的に我々は投資をしていかざるを得ないわけで、そういう意味でですね、
実は今からもう一つ映像を流してもらいますけれど、先ほどの映像を作ったデザイナーのシムタさんが素晴らしい企画をしていただいて、八芳園はあれは目黒でした。目黒に八芳園というあれ結婚式場がありますけれど、八芳園さんはですね、いわゆるコテコテの輪を全面的に打ち出して2020年のオリンピックインバウンドで勝ち取りたいという戦略的な思いがあるわけです。で、八芳園さんともちろんプロセス井口の井口社長と下田さんに私話を持ちかけていただいて、八芳園で1500名ぐらいを呼ぶイベントをするから全部大川でやればいいと言っていただいて、なので大川の木工職人の方々が作ったテーブルとかそういったもので全部八芳園のイベントをしたわけです。でこれこそがですね、やはり集合体であるそのグループの人たちが懸命にやっている形でございまして、これは地方創生の最高の事例の一つかなというふうに私は思っておりますので、今から映像を流していただいてもいいですかね。
私もうちょっと喋っていいですかね。あの最高のイベントでした。これ本当にあの皆さんに感謝したいなというふうに思ってまして、あの、まあ、技デパートメントというグループというかチームがございまして、いわゆるプラットフォームを作って日本の伝統技術を集積をして、それでインバウンド効果を狙っていくという、まあ、最高の形かなというふうに思っておりまして、その一発目を大川、オール大川でやっていただいたので、いろんな映像が出てきましたけれど、家具も全部大川だし、木工製品も大川ですし、お酒も大川で、食材も大川なんですね。ただあの1500人ぐらいいて、私いろんな方にその日挨拶してたので、食材は何も食べることができなくてですね、気づいたら市役所の職員がバクバク食べてたんですね。これはちょっとずるいなと思いましたけど、まあ最高のイベントだったかなというふうに思っております。いずれにしてもですね、この技デパートメント八芳園のイベントは目から鱗で、家具屋さんたちがですね、いわゆる展示会をすると、ただ家具を展示だけしかしないんですね。なのでそこで何かを堪能するとか体感をするということができないので、やはりこういうふうに大川のものを使って楽しいひとときを過ごしていただくという体感型、体験型というのは本当に大事だなというふうに私は思っておりますので、私は先ほど言いましたけれど、今年1年またシティセールスにものすごく力を入れていこうというふうに思っておりますけれど、ある程度そぎ落としてもいいから、大川にまつわることで楽しいひとときを過ごせたよねというようなイベントはもう乱発したいと実は思っておりまして、なので例えばですけれど、今シーズンに東京の公園でですね、お父さんとかお母さんと一緒に小さい子どもが簡単に大川の木で作った椅子を組み立てることができるようなイベントとかですね、まあ、ミルクペイントというペイントが私大好きで、あれ体にいいんですけど、牛乳でできているので、そのミルクペイントをみんな家族で東京の公園とかで塗ってもらうというような、そういったイベントを仕掛けていきたいかな、そんなふうにも思っております。まあ、いずれにいたしましても、地方創生は今いろんな議論が起きてます。間違いなく勝ち組と負け組に分かれますよねという議論もある中で、大川はやはりポテンシャルがあると私は固くなに信じておりまして、それは3万5000ぐらいの基礎自治体って、大体主な産業ったら農業しかないところがほとんどなんですね。で、農業も素晴らしい、いちごを作っている農家さんとかもいますけれど、やはり大川には木工業というツールがあって、とにかくすごいのはですね、家具を作るための世界中のパーツが揃うのは大川だけでございますので、やはりそういった部分を今後引き伸ばしていくような努力をしていきたいというふうに思ってますし、武蔵野大学の学生にはですね、今年以降もずっと来ていただいて、皆様方の若い目線、そして外からの目線で、こんな宝物があるじゃないかと、大川の人たちもったいないよ、気づいてないんですか、そういうような提言を今後も心からお願いをして、若干早いか短いか分かりませんけれど、私の講演とさせていただきます。今日はありがとうございました。